こんばんは、フェリス女学院大学の林愛菜です。それでは遠藤特派員からのメールをご紹介します。東京で人気急上昇中のスイーツ、モッフルが食べられるお店を神奈川で発見しました。流行を先取りするチャンスです。ぜひ行ってみてください。ということで今回のテーマは、この夏はモッフルで決まりです。モッフル？モッフル知ってる？知ってる？知ってる？あれもう知ってる？早いね、やっぱりこの一人暮らしたちはそうですかね。東京出身なんですけど、モッフルすごい有名で。有名？はい、結構モッフル、ワッフルじゃなくても。そうなんですよ、これから夏に向けてヒットする商品なので、うん、国人自身も知らないですよね。それではどうぞ。あれ、こんにちは、私は今湘南台の駅から少し離れた住宅街に来ています。それでは早速噂のモッフルを食べに行きたいと思います。行ってきます。モッフルを求めて向かったのは藤沢市にあるこちらのお店、茶屋あきこ。こんにちは。すいません、失礼ですけど、もしかしてあなたがあきこさんですか？残念ながら私もゆきこですゆきこさんちょっと違ってしまいました。でですね、今日はモッフルを食べたいということで来たんですが、席の方にご案内しますが、今日お天気がいいので、うん、テラスの方はいかがですか？あ、お願いします。はい、こんにちは。モッフルをいただきたいんですが、その前におすすめの料理なのかはありますか？そうですね、どれぐらいお腹が空いてますか？ペコペコです当店一番人気の、煮込みハンバーグはいかがですか？はい、ぜひお願いします。お待たせいたしました。これが一番人気の、はい、煮込みハンバーグ。煮込みハンバーグ、わーすごい、野菜も乗ってます。モッフルをいただく前に、まずはこちら、茶屋あきこさん一押しの煮込みハンバーグです。うん、ジューシーですご飯がなくても単品でも食べられる、しつこくないデミグラスソースと有機野菜がたっぷりなので、さっぱりヘルシー、女性の方にもおすすめ完食しました。美味しかったです。それではいよいよモッフルいただきたいんですが。はい、かしこまりました。さあ、そしていよいよモッフルの登場です。フルーツいっぱい乗ってますね。はい、当てちゃいました。はい、いただきます。どういうこと？こちらが噂のモッフルです。気になるお味の方は？うん、なんだか食べたことない。外はサクッと、中はもっちり、絶妙ですね。すごく美味しいんですが、食べた感じ、何かお餅を食べているような感じなんですが、モッフルって一体何なんですか？モッフルはですね、お餅を、ワッフルのような形に焼き上げたものをモッフルと言います。こちらがモッフルの製造工程。専用のモッフル焼き器にお餅を入れ数分、外はさっくり、中はもちもちのモッフルの完成です。なぜこのモッフルをお店に取り入れようと思われたのですか？はい、4月にですね、メニューを変えようと思いまして、2時から5時で出すデザートメニューとして、何かいい目玉商品はないかなと思って、今回、モッフルというのを見つけました。その中でモッフル、こちらお餅でできてますので、女性にも人気ですし、体にもいいということで今回取り入れました。いやー、モッフル、噂以上に美味しい食べ物でした。皆さんもぜひ食べに来てみてください。以上、現場より林がお伝えしました。どうですか、皆さんも食べたくなりませんでした？美味しい。お餅？お餅ですね。お餅のワッフルでモッフル。はい、餅とワッフルでモッフルです。知らなかった。美味しそう。あれですね、お餅を焼くじゃないですか、そのぷっくり膨らんだ部分をかぶっと食べたような、外はさっくり、中はもちっと、お餅のいいとこ取りをした感じでした。わかりやすい。うまいこと言ったねあれで何、簡単にできちゃって、はい、ああいうデザートと合うわけ？そうですね、あのお餅にはあんまり、あの味がないというか、あのそうですね、食感でフルーツだとか、フルーツソースをかけて、あとチョコレートソースもあるのですが、それとも相性バッチリだと思います。鈴木さん知ってました？モッフルですか？実は私も食べたことないんですけど、話題になってるのは知ってまして、
なんか自宅のワッフル機あるじゃないですか、うん、あれで簡単に誰でもできるらしいんですよ、なんか大体ワッフル機とかって倉庫の奥とか眠ってると思うんですけど、そういうの引っ張り出してきて一度やってみるといいんじゃないですか。お店の情報です。営業時間は11時から10時、ラストオーダーは9時半となってます。年中無休です。住所はこちらです。電話番号は 0466-89-0022 です。地図になります。湘南台の駅から少し離れたところにあるのですが、ジャンボゴルフさんの交差点を手前に左に曲がっていただいて、秋葉台小学校前のバス停を過ぎたら見えてきます。素敵な時間が過ごせると思うので、噂のモフロ食べに行ってみてください。いいですね、僕なんかね近いんでね、ぜひ。近いですか？そうです、僕は湘南なんで。あれじゃあこれで、そうですね、前に行ってモフロを食べてこれで帰ってくるという、全てが最先端ですね、これね。本当ですね、おしゃれ。ぜひ行ってみたいと思います。林さん、ありがとうございました。